まず下地の処理としまして、こちらの、油膜除去剤でフロントガラスの油膜を除去します。この下地処理が結構大事です。そしてこのウィンドウ撥水12ヶ月のこの液を使って、フロントガラスに塗って乾燥させます。その間にこの専用のシリコンリフィル、まあ、ワイパーゴムですね、このビビリオレがしないよっていうものに取り替えて、あとが完成となります。油膜落としを塗って、このように今乾燥した状態です。これを洗い流すと、油膜が取れた状態となります。油膜落としを、洗い直すとしました。水をかけてみます。このように施工前と比べて、油膜が広がっていかないのが分かります。この状態になってからガラスの撥水素剤を塗ります。油膜が落ちましたので、このウィンドウ撥水12ヶ月の液体をこちらのスポイトを使って抽出して、フロントガラスに塗りました。このようになります。塗る道具を使ってこう結構塗って、広げていきます。この後は、15分ほど乾燥させます。乾燥が終わりましたので、今回水を、かけてみます。確認のためにかけます。このように水が滑りしますので、今度はワイパーを作動させてみます。ワイパーを作動させた状態でかけてみます。このように水が弾きますので、雨の日の運転も安心です。